はい、これより、六本木ヒロさん歌っていただきます。よろしくお願いします。こんにちは、六本木ヒロシです。ありがとうございます。切り札という歌から歌わせていただきます。切り札は誰もが一枚持っている。切ってしまえば後がない。懐の奥底にしまっておいて、手の内を見せてはならね。我慢も過ぎた苦しい時も出してはならねえ。切り札を切り札に染み込む男の生き様の心、空いてる隙間から。ありがとうございます。盗まれて覗かれて先読みさ、男の盛り燃え尽きるまで出してはならねえ。切り札ありがとう、ありがとうです。それでは冬の朝顔を最後に聴いていただきたいと思います。ありがとうございます。この歌はね、それではスタートよろしくお願いいたします。この歌の主人公の女性はね、私は夏に咲く朝顔でいたいんだけれども、あなたには家庭があるから、ね、私はひっそりと咲く冬の朝顔でいたいわ、という切ない女性の心を歌っております。私はまだ不倫をしたことがありません。そんな歌でございます。聴いてください。夜露に濡れて凛と咲いてる冬朝、私に似合う娘盛りは紅の色、着物が似合う。
恋し冬の朝が合唱しましょう。お願いします。合唱、いや、そっちの合唱でしょ。今日はたくさん歌っていただきまして、応援していただきましてありがとうございました。